こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、東急多摩川線の、下丸子駅です。下丸子駅より徒歩3分の駅地下です。東急池上線の千鳥町駅へも徒歩10分です。今回は約27平米のワンルームデザイナーズ物件です。以前はこちらの別のお部屋をご紹介しました。螺旋階段があった物件です。今回は螺旋階段ではありません。あ、物件に到着しました。これです。敷地入ってすぐのところにゴミ置き場があります。出かけるときについでに捨てられますね。こちらに郵便ポストがあります。マンションの壁も床もタイルを使っているので見た目がおしゃれです。今回はこちらの部屋です。では、入ってみましょう。27平米の広さの物件なのに玄関は狭いですね。下駄箱もないので、自分で用意が必要です。お部屋は上なので、階段で行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。階段途中に窓があります。窓があるのは明るくていいのですが、柵がない窓なので少し怖いです。ここにも小さいですが、窓があります。まだまだ登るのですね。これは実質3階の高さです。引っ越しの時の荷物運びは大変そうです。ようやく到着しました。メインのスペースです。広さは約 8.8 畳です。エアコンもちゃんとありますね。この窓からお風呂が見えます。ブラインドがあるので、隠すことはできます。こちらはトイレです。温水洗浄機能付き便座です。上部に棚があるので、予備のトイレットペーパーが置けますね。そしてこちらは浴室です。トイレが脱衣所代わりですね。これは少し癖が強いです。洗い場もそれなりの広さがあります。浴槽もワンルームとして十分ですね。浴室乾燥機も設置されているのは嬉しいです。そして大きな窓があるので、窓を開けて換気も十分できます。
キッチン横に洗濯機置き場がございます。上部に棚があるので、洗剤などを置けますね。キッチンは二口あって、調理スペースもあるので、料理もちゃんとできそうです。上下合わせてこれだけあるので、一人暮らしの調理器具や、食器なら十分収納できます。特に上部の棚は何段もあるので、いろいろと重宝しそうです。何回か、この間取りを見てきていますが、個人的には嫌いではないです。この畳スペース、何とも言えず好きなんです。奥にハンガーパイプがあるので、収納として利用できます。この階段の下のスペースも、ちょっとした収納になっているので、小物を収納するのに便利そうです。こちらは北側なので、直接の日は入りませんが、明るさは十分取れます。3階の高さなので、眺望は悪くないです。こちらに収納がありました。幅はそれほどないですが、奥行きは結構あります。それでは上へ上がってみます。基本的にロフトベッドとして使うのでしょうかね。私は下で寝てここは収納スペースにしちゃいますけどね。ここにコンセントがないのは少し残念です。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、クセ強度、を発表します。今回の、クセ強度、は、2、です。トイレが脱衣所の代わり、居室スペースから見える浴室。ロフトベッドの下の畳スペースがあったので、2、としました。今回の物件、下丸子駅から徒歩3分、駅地下ですが眺めも良くて、間取りも変わっていて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。